はい、それじゃあですね、電池式のハンダゴテですね、これ。FX901 って言います。これが、カバーで、こうやると抜けるんですけど、はい。これが、電池式のハンダゴテですね。で、最近ちょっとそのエアラインシステムで、ナイロンラインと P ラインの結束を、しっかりやるために、最終的にその処理を、ヒゲみたいのが出ちゃいますね。切った時に。出ちゃうので、それをライターで処理してます。ました。はい。こういう、例えば、これがですね、まあ、簡単に今作ってみたんですけど、これが、PE とナイロンラインの、これですかね。結束で、ヒゲが出ちゃった部分だとしますね。で、これを大体、そうですね、どのぐらいですかね。まあ、長くても3ミリぐらいですかね。3ミリぐらいにこう切って、で、この部分を普通は、通常このライターで、はい、この部分ですね。ライターで、処理します。で、これがまあ家で落ち着いてやればいいんですけど、まあ家でやっても、例えば指を火傷しそうになるとか、燃やす範囲がこう行き過ぎちゃって、結束の部分まで燃やしちゃって、もう一回巻き直しなんてことがたまにあります。で、一番はですね、お子さんに、ライターを使わせたくないんですね。で、現場でも結局やることになると、現場にもライターを、ライターですね、現場にもライターを持っていかなきゃいけないので、どうにかそのライターなしで結束のその処理をどうにかできる方法はないかっていろいろ探ってたんですね。で、今度、まあ、エアラインシステムのことを発表すると思うんですが、その時も、どうしてもこの、ライターで処理してくださいっていうのが、ちょっと嫌で、で、いろいろ探してたら、この、電池式の、ハンダゴテが見つかったわけです。はい。で、これはもう、当然、風とかも関係ないですし、現場でもできまして、ギリギリまで焼くこともできます。これは素晴らしい商品だと思います。はい。で、とりあえず、ライターの場合やってみますね。で、まあ、3ミリぐらいこう残してですね。はい。この方が見やすいですかね。で、こう、ゆっくりゆっくり近づけて、じゅーっと持ってって、こう、最後ちょっと押して、こういう感じで出来上がって。まあ、はい。で、確認のために、こう、例えばこっちがピー、こっちが、ナイロンでしたら、こう、引っ張ってみて、はい。ここの、ヒゲの部分をライターで潰したので、まあ、抜けにくくなるっていう感じですね。はい。エアラインシステムも、この、処理をします。やはりこれのが抜けにくいので。はい。じゃ次、ハンダゴテ。で、このハンダゴテは、スイッチを入れて、15秒ぐらいでもう熱くなって、すぐ処理が可能になります。で、この、まあ、ケースをこう、取っていただいて、はい。で、ここにスイッチがありますんで、これを、オンにしていただきます。もうそしたら10秒か15秒ぐらいですごく熱くなりますんで、これをちょっと、置いときますね。はい、ちょっと置いときます。で、もう1個、作ってあるので、はい。じゃあこれも今と同じように、まずは、まあ、3ミリぐらいですかね。3ミリぐらい残しで、ハサミでピリッと切ります。はい。で、切ったらこの結束部分をこう、まあ、ちょいこう出る感じで持ちますね。はい。はい。で、このハンダゴテ、はい、ハンダゴテで、この辺が、これぐらいですかね。ハンダゴテでこう焼いていきます。ジューと。これだとね、結束ギリギリまで綺麗に焼けるんですね。PE もナイロンも。火傷する心配もないですし。はい。すごい細かい作業ができます。だからライターでやると、例えば、まあ、0.5ミリぐらい残したりとか、1ミリぐらい残したりとか、あとその PE と、ナイロンの2本を本当は一緒に焼きたいのに別々に焼かなきゃいけなくなっちゃったりとかって、ライターで処理してる方はそれをまあ経験したことがあると思うんですけど、このハンダゴテではそれがもう全くありません。失敗もないですし、綺麗にギリギリまで焼けるので、すごくこの、FX901 っていうのは、便利な商品だと思います。はい。で、今後ね、そういうラインの処理をしなきゃいけないときは、これ現場にも持ってきますんで、すごくいいと思いますんで。